演芸好きの皆さん、おはようございます。どんちゃんでございます。サフィニアの動画の続きで動画を撮っております。今日はね、ちょっとグダッと話をしていきたいと思います。はい、というところで、サフィニアの動画を撮った後にそのまま喋ってます。このサフィニアの動画見てね、すごい可愛くね、そして元気に喋ってますからね。いやー、今日はね、ちょっとのんびりというか、まあ、話をねしていこうと思うんだけど、先日ね、あのサフィニアの動画でも話したけれども、毎日投稿するかどうかみんなに聞いたらね、いやー、もうほんとみんな優しいんだわ。無理しなくていいですよと。まあ、どんな長い方はね、わかると思うけど、僕ね、あの無理し始めたら毎日投稿とかしたくなっちゃうのよね。わかるよね、僕の性質みんなわかってるでしょ。他の人の再生数が気になったりとか、いろんなこと言い始めるのよね。毎日投稿しますとかね。いや、そういうモードに入っとったなと思ってね、ちょっと、いや、よかったよ、アンケート取ってから。風やば、風が。アンケート取ってよかったなと思って。そう、あのままね、毎日投稿やりますって言って毎日投稿しよったらパンクしとったかもしれん。ほんと救われた。ハッとしたもんね。いや、これ毎日投稿した方がみんな喜ぶやろうみたいな。うわ、これアンケート取ったら 100% いくかなとか思いよったら、なんのこっちゃない。 70% ぐらいがね、今の無理しなくていいよっていう。優しいんだから、もう本当にありがとうね。本当ね、最近ね、子供が熱出したりとかさ、あの僕今コーチングのね、講座にちょっとズームやけど通ってて、まあ、その勉強したりとか、まあ、いろんなこと、新しいことをね始めるにあたってね、結構忙しくしてるんだよね。でお花もね、一通りラナンキュラスラックスが落ち着いて、まあ、暑くなってきてね、蚊が出てきてからさ、動画の編集する時間もなかなかなくて、アガベの世話とかね、まあ、いろいろあってからなかなかね時間が作れんで、今動画の頻度がね 4,5 日に1回とかになっちゃってるもんね。ちょっと前はね 2,3 日に1回出せてたんだけど、そうだから動画を出さないと登録者が増えないっていう不安がすごい出てくるじゃん。これ YouTuber あるあるかもしれんけど、で焦り始めて、で結果ね、毎日投稿したいっていう風になってくるとね、思考がね、で仕事もある、子育てもある、 YouTube もせないかんとか、いろいろせないかんせないかんっていうタスクが増えてきて疲れちゃうっていうパターンがね、やっぱあるのよ僕。そう、こう見えていつも元気にしてるけど、こう見えてそういうとこあるっちゃんね、まあ、変に責任感が強いのかわからんけど、完璧主義なのかな、まあ、そうではないとは思ってるんだけど、今までの自分のね行動を振り返るとそういうところあるんじゃないかなと思って、で毎回あのドンラーのみんなにね、無理しぬでいいですよって言ってもらえて、それであって気づくことがね結構多いから、やっぱね、投げかけるとか他の人にね、まあ、状況をこう見てもらうとかすごい大事なのよ。ありがとう本当に。まあ、極力ね動画投稿して、まあ、コメント欄とかで、まあ、やり取りしながら、でどんどんトークも最近できてないし、いろいろやりたいこといっぱいあるんだけど、まあ、ぼちぼちねやっていこうかなと思っております。でね、まあ、毎日投稿じゃないけど、少しずつね、もうほんと取って出しみたいな動画をね提供したら面白いんじゃないかなと思ってるのよね。そう、全然無理のない範囲でやるっていう、本当にね好きな演芸だけ喋って、で喋ってもうパッて投稿する、そういうのやったら面白いんじゃないかな。前ね、図鑑で話してこうしてたんだけど、まあ、図鑑にもこだわらずに、まあ、僕もそのいろいろ毎日生きてるからいろいろあるから、そういうのをちょっとお話しながら、まあ、やり取りするっていう、そういうのいいんじゃないかなと思ってね、だから全然無理しない範囲でやるから、そう、極力ね、やっぱみんなのスケジュールの中、一日のスケジュールの中にどんちゃんっていう時間がちょっとでもねある方が僕は嬉しいのよね。まあ5分間だけでも、
まあ、今日のドンチャンネル聞こうかなみたいな、ね、ルーティーンになってくれたらいいなと思って、だからね、そういうのもちょっと考えつつ、まあ、自分の体調も見つつ、まあ、体調はねいいのよ。そう、なんとなく時間的制約があっていっぱいいっぱいなってるっていう感じかな。だからこれ以上やると体調悪くなってくるじゃんね、あの精神的にね僕もうね、看護師しててさ、人の世話しててさ、自分の世話が一番下手くそっていうね、わかるよねみんなね、本当にもうどうしようもないんだから。まあでもね、そうやっぱ人間なのよ僕も。それをこうドンラーのみんなが支えてくれる、そういうね、何て言うかな、仕組みがドンチャンネルの中でできてるから、まあ、僕はね安心して動画を提供できるんだなと思っておりますよ。本当みんなありがとう、本当にありがとう。ただ今からさ、暑くなってくるじゃない、雨も降るしね、雨が降ったら動画も撮れんし、暑くなってきたら暑いし、蚊が出てきたらいっぱい蚊がね、今だから夕方に撮ってんのよね、6時前ぐらい。ご飯作ってちょっと動画撮ってくる、ちょっとその隙間時間で動画を回しております。いやーほんとね大変よ、子育てしながらね、子供は謎の熱を出してね、やけん、これからもね、まあ、動画少しずつ投稿していきますけど、皆さんもね、皆さんも本当暑くなってきていろいろきつくなってくるから、ぜひね注意しとってね、本当に体調気をつけてね、夏バテせんように。夏になるのが早いからね、もう多分32、3度とか35度ぐらいになってくるんじゃないかな気温ね。はい、というところでね、今日はねちょっとダラダラ喋っていきましたけれども、いかがだったでしょうか。まあ、こうやってねちょっと喋り動画も、まあ、ちょこちょこ上げていこうと思いますので、よかったらね、まあ、他の園芸の動画を見てもらう。風が強いな。ねえ、ありがとう風さん。植物にね、涼しい風を与えてくれて、僕も今涼しく動画を撮っておりますけど、携帯が揺れるからちょっとだけ我慢してもらったら嬉しいな。っていうところでね、他にも園芸動画たくさん上げてますから、それ見てもらいながら、どんちゃんの雑談トーク、聞いてもらえたら嬉しいです。概要欄にね、妻の多肉のアカウントとか載せて、今度ね、寄せ湯とか、教室やろうと思います。そのね、リポートもしていこうと思います。はい。いろいろね、育ててるものも、チリ塚、バラもね、今ちょうど今育ってるし、サフィニアとかもね、いろいろ結構綺麗になってきてるから、ぜひね、他の動画も見てみてください。それではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。どうなるみんなありがとう。